番初めなのにセーブのモード何を使うとかさ、思うじゃん。なんかそんな感じのファッションが好き。そうなんだよ。いやもうそれぐらいでいいと思うよ。つまんなかったらやめる。もう全然宣言見える。使えないやつ。あでも使いづらいな、やりづらい。厳しい場面の時もある。ハディカウル系統ではないというのは漏れること、系統ではないことは分かる。で、衛兵さん、ここにいないって言っちゃってるから真ん中だと思う。で、トンネルに行ったんだと思う。効率的に動かないと結局厳しいのよ。当たり、まあ、理想系の動きはした。でも、急止めに何が出る場合はキャンパーな。俺が無駄な動きを取らないことにより、チームに勇気を与えてんだ。勝てると思わせるゲームになるか、勝てると思うゲームになるかによって、この近くは勘弁してんだ。勘弁してよ。カラクロに任すか。最高率の動きは逆方向を取るし、もう大事な動きだから。ただバックアップカバーの動き、はい、いやもう最悪だわ。マジでありえねえわ。わざと赤い傷をつけて、どうでもいいポジションで、イカエラの発電機を回させる、どうでもいいエリアまで持っていく。ただ、鹿釣りの危険がある。
され近づりされないようなポジションで、あまり露骨にやらないで近づりだけ避けないとダメ。負傷状態だから真ん中通ったの、右と左に人がいることが分かっている。だからわざと真ん中の位置を通って赤い傷をつける動き、小屋方面口かあるけど多分外れ機なかった、他の3人を撃たす動きを取ったって。ここは曖昧な位置を取って小屋ずり近づりは避けたいなって、時間稼ぎ、最悪なくてもまあ時間稼げればなるし、思い切りは合ってたわけだろ。やっぱり一緒の動きをするとトンネルの可能性があったけど、俺がいたから立て直しが効いた。ナンバーワンプレイヤーがどう考えるか、ナンバーワンの証ゲートだ、ナンバーワンの証。全然違った、全然違った、ナイトは俺を追った時点で負けなんだよ。あ、どうすると女性が取れるね。女性さまえば漏れちゃうね。さまえば経験者が取れるようになる。楽しみながら無駄がないように、ちょっと違うことができるなら違う動き取ったじゃん。それによってで自己犠牲、左と右が混ざるから自己犠牲の動きで、ただ逃げてんじゃなくて人的に逃げてるから、チームを救うための動きを追います。あ、わざとだよ。で、右と左があるから唯一真ん中しかないんだ。唯一わざと赤い傷つけて真ん中をわざと走ってるんだ。右左に行かない、真ん中は回してるし、テーブルと走って でもうあっちの小屋の方に行く、見つける、立て直してもらう、もう次の万全の体制に体勢取ってもらう。だから相手を思いやってゲームしろっちゅうんだよ。相手を思いやってゲームしたらいいんだよ。ただ逃げてんじゃねえんだよ。言ってんじゃん、もう言葉で言いながら走ってんじゃん。わざとここ使うよって。右左に見えてるから立て直してもらう。時間稼ぎで遠目まで引っ張る。立て直してもらう。まあ俺が最大限引っ張れる距離だから。3人の位置、右左。1人2人って言ってるんだけど。俺の視点からすると、小屋方面に逃げたら右に1人。まあ左は2人いるんだ。だからそこの位置よりもなるべく遠め、時間稼ぎ。ただ注意点があまり、粘んない。近づりがめんどくせえから。っていう感じで、ダラダラ。ナイスヒロさん！キラーがめんどくせえ。